初めての東京湾です。でもどこまで行けるかわかんないんですけど、今日は、あ、真っ暗じゃん、松さん来てる松さんが船長です。船長です。と、ゴースケと行きます。初めてのこういうボートに乗っていきます。ゴー。今日から使うタックルボックス、ダンちゃんからもらいました。じゃじゃーん、私のタックルボックス、イエーイ。もう追い屋根をしました。ジャンキーなんじゃない、アメチューだ。でも寝る前飲んで朝飲むと効くんですよ。えっと、家に帰ってきた。うわ、かっちゃう。ハンドクリーム主張するんじゃない。はい、どうぞ。行くときはやっぱりみんなのテンション高いから。あれモノレールですか？この辺の人。わあ、すごっ。夜でも明るい東京湾。めっちゃ痛かったです。っていうかもう指を落とすところで結構なんか想像したらゾワ、超ごめんなさいみたいな、なんかみんなの空気を、うん、大丈夫だ。何号巻いたんですか？でもギリギリ骨に行く前に切れてくれましたね。今全然俺のフリーかな、多分もう3号とかね。でもフリーじゃない、リーダーの7号、あ、フリーだもん、リーダーの7号いや、もっとのドア、これはドアドアするのそれかな。3週間かけてやっと繋がりました。やっぱ動かすんで、ね、コーヒーの音もある。何？どうなんですか？何をするで、そんな動きとか。危ないです。危ないです。危ないです。よく酔わないです。よく酔って見たことない。すごくない？なんで？カスタムレベル、やば。もう食べた。はい、松さん、ありがとうございます。入れていただいて、入れただけですね。入れただけです。いただきます。いただきます。ルアー着、ルアー着、ルアー着、そのままっぽいね。入れます。ミノですか？ありやすそうね。じゃあ
これだと思うやつです。ダメだったら誰か考えよう。これにします。これ。ブルピン。やばい。もうちょっと。沈まなそうなやつがいい。沈まなやつ。シュンシュンって沈んじゃわなそうなやつ。じゃあ、こういうの。ああ、そういうの、そういうの。やってみよう。とりあえずめっちゃ釣れそう。イエーイ、釣れそう。釣れそうな。しかし。ちゃんと大丈夫。ちょっと。メバルの時来ましたね。
いやつだから。すいません、ありがとうございます。お、いいやつ取れたじゃん。何センチくらいあるかな。40くらい。いやいや、40は余裕であるし。50くらい。50くらい。やったー、嬉しい。緩めて、それ上げて、よいしょ。はい、ありがとう。ちょっと、はい、でっかい。でっか、すごいの釣れた。あ、それ、それ上げといて。すごいの釣れた。すごいじゃん、私。さっきの、あの、使ったやつ。はい、ね、どこに行った？あった。はい、で、でかい。やった。60あるでしょ。60ある？やったー。もう暗すぎて取れてはないけど、でかい。ちょっとだけ我慢して。おー、すごいいいとこかかってる。東京湾。東京湾ですね。この匂いです。なんか東京湾感じてます。一番大きいお魚は、姫路です。マグロ。マグロです。キハダマグロです。今はね、ヒラマサになってるね。早くしゃくる練習してるんですよ。じゃーん。新生餅大好き。食べるの。え、何の音？誰？チュパチャブラ。何チュパチャブラって？え、鳥ですか？鳥の名前なんだ。サイレントアサシンです。